きました。学校1日目から帰ってきました。今日は学校の初日だったので、オリエンテーションがあって半日だったんだけど、それから帰ってきました。ただいま。で、今日は今もうお腹が空いているので、これからサラダを食べて、ちょっとね、コーヒーマシンがねここに置いてあるんだけど、ここのね、そう、これ、この子がちょっと汚いのでベトベトしてるから、私は毎日朝コーヒーを飲みたいので、この子をお掃除をして、ここに置いとくとさ、このキッチンが油とかでさ、このなっちゃうでしょ、いろいろと油まみれに。だからちょっといいスポットを探して、コーヒーのスポットを確保したいと思います。マシンを洗って、ちょっとあのキッチンのとこでね編集しようとしたんだけど、今私女の子の日で、すごい昨日もなんだけど、もうこのなんだろう、なんでもない時の時間がもう超眠くて、でさっきサラダだけ食べたんだけど、ちょっとお腹は空いているから、これを食べようと思います。そしてここでね、ちょっとここでゆっくり編集しながら今日の夕方を過ごしたいなと思ってます。早くみんなに私のリアルタイムで の生活をお届けしたいから、なるべく早めに編集終わらせたいなって思ってる。これ食べる、とりあえず。うん、絶対寝ちゃう、絶対寝る、寝ます。はい、箱割りにサンセットを見に来ました。うわー危なかった、今気づかなきゃよかったのにって思った。綺麗サンセット、オーシャンビーチに来た。程度って頻度と一緒？何が違うの？今日は水曜日です。学校が午後からなので、午前中に初めてリトルイタリーでやってるファーマーズマーケットに来ました。ここもリトルイタリーのとこ、後ろ噴水なんだけど、ちなみに今日のアウトフィットはお友達のトレーナー、トーシュプのショートパンツ、ディーゼルの厚いで、ピラバンのニット帽に最近ハマってるこのサングラスです。かわいい後ろの、めっちゃ寝てる。でも気持ちよさそう。じゃあ早速行ってきます。見つけてしまったかもしれない。ただいま、帰ってきました。帰ってきてもう暑いから着替えた。でね、見て、ファーマーズマーケットでオレンジとアボカドを買ったので、オレンジはこの大きさ4パウンドで5ドル。でもなんか4パウンドが分からなくて、私どのくらいか。でも結構めっちゃ入ってる、嬉しい。とこのアボカド、なんかいろんな種類があったから全部混ぜてもらった、トラディショナルクリーミーバターリーってやつ。ちょっとバター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 なのかな。よく分からないけど、ちょっと試して食べてみようかなと思います。やっぱいいね。これでね、なんと10ドルだったの。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。で、今日純平くんと行ったんだけど、私これずっと迷ってて、やっぱ買おうって言ったら、去年のお誕生日分って言ってくれて、買ってくれたの。めっちゃかわいい。100% ヘンプです。from ネパールなんだって。だからちょうど数ヶ月前に行ったんだって話してました。
今日はこんな感じの一日の素敵なスタートです。アミはご飯を食べてから学校に行ってっていう感じかな今日。はい、おはようございます。今日は木曜日です。いつもね最近ここに新しく三台湾に引っ越してきてからジムがついてるから朝にジム来て夜も行けるときは昨日の夜も行ったんだけどやってます。こんな感じね。で朝はだいたい走って15分から20分くらいでちょっとだけ腕とかお腹とかやってでその後、まあ、ストレッチとかして帰るって感じです。夜は走らない。でもね疲れて眠いからそんな感じで今日も朝からたくさん動いて汗をかいていきたいと思います。そうハワイの後半結構食べ過ぎてお腹もねパンパンだったからあと足ももうちょっとだけ引き締めたいので頑張ります。とね、りゅうきくんが遊びに来てますここに。で私のここの、ね、根元の黒いのが気になっちゃってるからハイライトお願いしたくてね。もう今うちら結構疲れちゃってるんだけどもう12時になるんだけど夜のジム行ってきて今。じゃあよろしくね。ちゃんめちゃくちゃ強いだ。強い？もう怖いぐらい。匂いがある一回。すごっ。怖くなってきた。合ってるよね。え待って合ってるよね。そんなもんじゃない。でもおすすめはそれって書いてあって、これ多分めちゃくちゃ強いわ。20分から40分で書いてあるけど、じゃあ20分でいいかな。もう見ながら外そう。怖いから。よし、それではお願いします。これ巻いといて。じゃあ首によくやってるじゃん美容師さん。そのスタイルでいいから。力はやばい。あれないじゃん。これないやつだ。これのことだったんだ。髪の毛上げて一回。意味あんのかな。でも俺はないと思ういやこれマジでアミちゃんマジで意味ない。よし分かった。ごめん。じゃあ白いタオル持ってきてくれない。えあれいいの。あそうか白は白か。うん白は300色あるからないよアンミカ様が言ってたの。いいじゃんこれはこれで念のため頭上げて。あ首髪よく分かってる。ずっと一緒持ってるわ、はい、見てやってくれたんだけどちょっとここら辺が足りなくてもう一回明日ね買いに行こうと思います。でもすごい見ていい感じ。セルフなのにすごい。ありがとう。うん大丈夫。これは俺頑張ったっすからね。まあ、11時だからブランチっていうことにしましょう。イエーイ美味しそう。あれ当時の方がねよく色抜けるの。てるのね、とってもとってもだからもう夕方にはなるんだけどめちゃくちゃあったかいからせっかくだから外で日記書こうと思って公園に来ました。お家からね歩いて10分しないくらいのところに海じゃないんだけどハーバーっていうのかな、船がパーってあってここにベンチがあってそうあるから来た。もうあったかいからね脱いじゃった。暑い。日にも焼けれそうでとっても嬉しい。続けてますちゃんと日記書き終わりました。ゆっくりね。
こんな感じで私の月曜日から日曜日のトイラグでした。初めてやったこの月から日のやつ、ちゃんと毎日撮れてるとかはちょっと不確かなんだけど、まあゆっくり見てくれたら嬉しいです。ここ見てるってことはもう見終わってるってことだと思うんだけど、またこのサンデーゴに引っ越してきてからの新しい生活をどん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 たくさんアップしていきたいなって思ってるので、あのチャンネル登録をして見てくれたら嬉しいです。ちょっと今日は鼻水がちょろちょろっとしてる。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイ。